K-WAY おそ松ステーション。ステーション。ラジオを聴きの皆さん、2週間ぶりですな、シェイ。ナビゲーターのエアミー担当声優、鈴村健一です。さて、今回のオフランスの話題、こんな素敵なメールが届いています。ペンネーム、ロッポンマスさん、女性47歳の方、張り切ってますね。張り切ってますね。ありがとう。すみません、こんにちは。こんにちは。アニメとともに、この番組を本当に楽しませていただいております。どうもありがとう。さて、冒頭のオフランスネタ投稿します。私もさっきツイッターで話題になっていて知ったんですが、ビフテキの、ビフテキって英語のビーフステーキの略じゃなくて、本当はビフテックというステーキを意味するフランス語だそうですよ。まさにシェアでした。はい、知ってました。知ってました。珍しく博学な振りでもしてみようかと思います。これはもうビフテキ、ビーフステーキだとみんな思ってるんですけど、ビフテック。ちなみに、他にもコンペイト、あらコンフェイト、コンフェイトという元のお菓子がありますね。ポルトガルのお菓子です。日本はですね、そのヨーロッパの影響を受けて非常に今の日本が発展した。私がだからこのフランス帰りのイヤミをやってるのも必然だったかな、そんな気もする。非常にアカデミックな話から始まりました、シェイウェイ。本日ですね、10人目のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストの方はこの方です。どうぞ。ラジオをお聞きの皆さん、シェイ、ワニメ、ワニメ、ワソマスさん、ジョーシマツ担当シェイウ、ワノーザースクだ、ワノーザースクだ。どうも。小野大輔さん、どうも、今日はよろしくお願いします。よろしく。小野さん、その状態で入られるとですね、この後が本当にしんどくなっていくというのを過去何人か見えてきています。そうなんだ。そのあたりもの考慮して、頑張って、その辺をドンと見せてね、って言われてますよ。まず入る時にちょっとね、悩みが見えましたからね、悩み、ためらいみたいなの。そうか。じゃあここで一曲聴いてもらいましょうか。いや、聴かないです。まだ聴かないです。あとで曲はかけますけど、ここでまずメール来てますので読ませてください。ペンネーム、ブーちゃんさんからいただいてます。男性31歳の方、どうもありがとうございます。ブルーレイ第1末、拝見いたしました。特定映像に前回のイベント映像も収録されており、大変楽しく拝見させていただいたのですが、小野さんがとんでもなく滑っているところがあり、嫁と一緒に時が止まったのが一番の思い出となっています。小野さんはジューシマスと一緒で、来たボールを考えずに振ればホームランを狙えると思うのに、なぜ考えて狙いに行くのですか、教えてください、ということで、今まさに陥っている状況ということですね。ここだね。考えてしまいましたもんね。登場までにすごく間があったのはやっぱそこですか。考えちゃう。なんだ、いつだって考えてる。私もそれなりに付き合いが長くなってきましたけど。そうですね。ブーちゃんさんには全く同意見ですね。ただそこにボールが来たら打ったらいいと思うんですけど、カーブとか考えちゃうんですよ。考えちゃう、考えちゃう。考えずに振れば。そうなんです。考えずに振ってみなよ。ちなみにこのイベントの時は考えたんですか、それとも考えなかったんですか。イベントの時はすごく考え、すごく考えた。あ、やっぱりだからダメなんですね。考えてたっていうか、イリのフリー君、はいはいはい、イリのフリー君が、イリが自由な人ですね。イリが自由、イリのフリー君が、フレックスタイム、楽屋の方で、楽屋は楽屋だね、楽屋の方で、楽屋、ライクルームでフリーが、フリーが、小野さん、小野さん、最初の出るときに、たけしのモノマネしてくださいよ。いつものお得意のって。たけしのモノマネ、よろしく、よろしくってすっげえ言ってきて、で、袖のところでもずっと言ってて、で、トッティは、ジューシマツトッティだから、僕の後ろは、その、なるほどね、フリー君なわけですよ。はいはいはい、フリー君がずーっと支えてた、はいはいはい、だから、もう自分の出が待ちきれずね。もう出るときに、だから、元気が出るテレビの、
たけしのものまででも出てるわけもうだからやらざるを得ないっていう。なるほど、うん、で結果それはどうだったんですか。滑りました。いや、やはりね、すごいボブスレーみたいボブスレーみたいな弾丸みたいにするっていうクールランニングしたんですね。いや今日も滑りたくりそうですね。よし、山形大会になるぞ。さあということでね、今日は小野さんと一緒に楽しみにしたいと思います、うん、おや、ではそろそろ岩見さんと重始末さんにバトンタッチしてタイトルコールお願いしたいと思います、うん、それではおさまつさんラジオ始まるざんすよ。アンドゥトラシェーシェーウェーブおさまつステーション。この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りするザンス。ワン、エイト、スリー、シェーウェイブ。いや、それそのままじゃない。それをやらないために作った。それをやらないために作ってる。やりたかったんですよ。それをやらないから、わざわざ作る。オッケーかい。おたまさん、はい、こちらは普通のお便りをご紹介するコーナー、略しておたまつさんです。今回はテレビアニメおそ松さんの第20話までの感想をご紹介していきます、うん、まずは19話の感想から。お願い。ペンネームシャンパーさんからいただいています。どうもありがとう。須村さん、ゲストの小野さん、シェーシェ シェアニメ19話開始50秒足らずで終了した聖沢章之助さんあり、うん、時代劇あり、うん、女子松ならぬ老松さんあり、ね、結果的に唐松より痛いことになっていた長野松の自意識ライジングありと、バラエティに富んだ内容でしたね、うん、キャストの皆さんはご自分の自意識はどのような形だと思っていますか。梅干し程度なのか、うん、宇宙空間に浮かんでいるのか、うん、公園に埋めているのか、輝いているのが手元にキープできているのかなどね、ということで、まあ19話確かに盛りだくさんでしたね、うん、最初はね、1個前の話、嫌味の逆襲でね、優勝した聖沢章之助が主人公になるというところから始まりました。そうそうでした。積み重ねないことでおなじみのおそ松さんが、なんと、はい、積み重ねてしまった、次回予告をちゃんと生かしちゃったっていう。そうです。ですけど50秒で諦めましたね。無理でしょう。そうです、ね。いやただ感動しましたね。あの回は、まあ、はい、上田洋次という男の、そうですね、やっぱりそのなんていうんでしょうね、うん、その役者としての力、はいはい、そうでしたね。はいはいはい、はい、あの聖沢章之助実はあのテストバージョンっていうのがありましてね、うんうん、我々しか知らないですよね、うんうん、実は全部同じになってましたね、オンエアはね。ああ、確かに。なんとかすけ、なんとかすけ、あい、あい、あいってなってました。そう。実はあれ全部返事を変えてるバージョンがあったんですよ、ね。そうなんですよ。なんですけど、あえて全部同じバージョンっていうのがオンエアされてると。はい。あれ、それを経ての、ええ、それを経て、あの、同じ声で返事をするって、はい、行き着いてますからね。行き着いてますから、ね。その流れを僕ら全部追ってますから。うん、そうなんですよ。あの、より面白ぎっていう、あの、ね、ありましたね。面白いですよね。もう、何役やれるんだろう、この人はって。とんでもないですよね。実は僕の同期ですから、養成所。ああ、そうですか。そうなんですよ。なんというか、もう全くタイプが違いますね、さんね。そうですか。全くタイプが違っていて、素晴らしいってことですよね、まあそこはそういうことにしておきますけど、ね、同じ人にでも教えてもらったりしたんですか。ああ、もちろんです、もちろんです。同じ人に教えてもらって全然タイプの違う人が生まれるんですよ、はい、みんな違ってみんないい、うん、金子みすずです。どうも金子みすずです。やっぱ考えないと面白いですね、うん、瞬発力があるんでね。瞬発力です、ちなみにまあ時代劇がありましたね、うん、時代劇思い出ありますか。時代劇、時代劇は、はい、時代劇の思い出ってこの19話のね、そういうことですよ。19話はもうね、やっぱ四股松、四股松ね、確かにあれは本当に良かったですね。あのなんか物ありげにね入ってきたんですけど、忍者になってね、あのうん言ってるのはね非常に良かったですね。ひたすら喋らないって、理由がわからない。下手するとあれ着メロとかにしたらもうまた一儲けできそうですけど、ね。
あ、電話だって、行けるかな。私だったら行けますよ、それ。またでも大人がね、ニヤニヤするんです。ああ。私この番組でちょいちょいアイデア出してます。ビジネスチャンス、ビジネスチャンス。今のもいけそうですね。もう余すところなくね。うん、でもね、そこのね、その忍者のところで好きだったのは、やっぱトトコ。はいはい、はい。トトコの、こら、しこまつって、あそこがね。女の子がしこまつって言うのがまたちょっとね、ぐっときますよね、あれもね、台本に書いてあるから、彼女はしっかりやってるんだと思いますけど、うん、僕ら男性陣は後ろでみんなニヤニヤ、ニヤニヤしてますからね。だからもう、思惑通りですよね。作家さんがね、思惑通りなんでしょうね、あれね。ニヤニヤしてますからね。まあ、非常に19話も面白かったというところでした。はい、さあ、じゃあ続いて20話に行きましょう。20話の感想です。ペンネーム朝日さん、どうもありがとう。ありがとう。こんにちは。20話拝見しました。どうもありがとう。最初の教えてハタボーは結局のところ何の肉だったのでしょうか。うん、非常に気になります。ホラーだね。あともう一つ、なぜ最初十始末は犬だったのでしょうか。うん、まさか十始末は M だったのですか、ということでいただいてます。うん、まあ、まずハタボーですね。ハタボー確かにあれ完全なホラーでした。あれは本当。何を狙ってるんだろう、この脚本はって、そうですね、思いましたよ。なんですけど、私のこれ感想なんですけど、はい、非常に赤塚不二夫テイストだなと思って、ね、過去最高に赤塚不二夫テイスト、うん、赤塚不二夫さんのギャグってのは基本的にちょっと怖いしダークなんですよ。なんであのちょっとダークな感じで笑わせに行く、うんうん、そのタブーというものを突き破るが赤塚さんがやってきたギャグの歴史なわけですよ。日本の漫画のギャグを変えたと言われる巨匠ですからね。確かに。そう考えると、ああいうちょっとタブー感を何かしら感じるギャグというのは非常に赤塚さんっぽくて僕はいいなと、うん、不条理ですよね。そうですね、うん、思ってました。あのね、それはね、確かにね、同感です、うん、理屈じゃない。そうですね、うん、もうなんかとにかく笑っちゃおうっていうね。でもなんかそのバックボーンが怖かったりすればするほどよりおかしなことに心がぐちゃぐちゃするんです。ただね、スカッと笑うだけじゃないです。ない。ハタボー関連は、はい、なんか全部そうな気がする。常にね。ただ不条理なようでちょっとリアリティもあるみたいなところのね、そういうところのこう、なんていうか、こう、紙一重感っていうのがいいところなんでしょうね。紙一重で、アウトな気がする。口ですからね、もうダメな気もします。ああ、もうね、思い出残ってますよ、これもまた。ね、うんうん、ちなみに、十始末は犬でしたけどね。犬です。あれも、なんてことなく受け入れてるのがね、うん、アフレコ中もあいつ気持ち悪いな、気持ち悪いなって話になりましたね。そうだよ、なんかね、関がね、関が、はい、トッコ、はいはい、十始末、はいはい、から松、うん、で、一松、はい、おそ松兄さん。はい、そして、その隣に、トッティですね、トッティ。あ、トッティか。トッティ、トッティ、チョロ松、イヤミですね。そうそうそう、はいはい。そういう並びで座ってるんです、実は。まあ、自然とね、一話でそういう流れになったんですけれど、はい、なんか向こう側でディスられてるなと思ってましたよ。はいはいはい、それはでもあれですよ、一松が言ってたんですよ。一松がなんかあいつちょっとなんかあれ受け入れてるの気持ち悪いねっていう話。一松っていうか純ね、ええ、純松がそれって確かにそうだよなってちょっと引くよなっていう話をこっちではしてたわけです。それを純が言っちゃったら、小野さんはどう捉えたんですか、あのシーンは。いや何も考えてないですよ。あ、そうですか。お前嫌じゃねえの、お前嫌じゃねえの、はい、言って一松が言うんですよ。なんで真似したんですか。お前嫌じゃない。いや俺ね、一松のね、一松の芝居っていうか一松の声好きなんですよね。ああ、うん、人気ありますから。うん、寂しくなんてない、寂しくなんてないみたいな感じが。だからなんで真似するか。何僕の質問には答えてくれないんですか。ああ、なんで真似するんですか。なんで真似するんですか。好きだからですよ。いや理屈なんてないよ。ああ、そうです、うん。求めないでください、僕に理由なんて。じゃあ次のメールいきます。あ、行っちゃった。オラオラ侍さんからいただいてます。二重は見ました。前半のスクール末というかヤンキー末に爆笑しました、うん、何言ってるかさっぱりわからない一末とそもそも何なんだかよくわからない十始末。そうだね、アフレコやっててお互いにお前うるさいと思いませんでしたか、ということでね。いやこれは非常にいい回でしたね。いい回でした、これは。前半のね、いわゆるこう王道のねギャグも面白かったんですけどね、ヤンキーがしょうもないことで戦っている。で、前半戦良かったです。でも後半戦もただの不条理というか。まあやっぱ不条理になる、ね。あれは怖かったですからね。一松登場からもうバタバタバタっとおかしくなってしまいました。一松がやばいんですよ。あれ出てきた瞬間。台本もすごかったですね、あれね。うん。
まあ、あの、うん、ごにゃごにゃごにゃって適当な、なんか、絵文字みたいな。ああ、星とか丸とか三角とか、バツとか、はい、まあ、本当に何でもない、セリフじゃないやつが書かれる、記号が書かれてる、ね。そうでしたね。それを福山潤くんはね、はい、はいはい。完璧に、完璧よくわかんないですけど、何が完璧なのかは。なんかね、彼なりの言語を作ってきてましたよね。そうなんですよ。時々日本語っぽいの聞こえる気がするんですけど、そうですね。わかんない。でもなんかあれはちょっと日本語もじったっぽかったですよね。なんかね、法則ね、どうやらあるらしいですよ。なんかね、うん、そんなこと言ってましたよね。うんうん、でも、そもそも聞き取れないんで、そうですね。そうなんですよ。法則とかわかんない。あれも不条理ですよね。ねえ、でもその後のね、うん、あの、十四末がね、チ、う、ュ、ん、ーって吸うやつが僕は結構好きですね。うん、あーってやつですね。もう、あれと、ボエーしかないんです、僕。そうですよね、あの回はね。ボエーって言って弾けるっていう、よくボエバーでしたっけ。ボエバー！ボエバー！あの、ボエバーもね、ちょっと流行っちゃう。もともとあの、ボエバーは、小野さんがお作りになったんですか？いいえ、台本にあったんですか？ボエバーって。そうなんですね。今日はもう台本通りありますよ。で、台本通りやってたボエバーがですね、うん、これすごくあの、ハマってまして、うん、現場も常にやられるときボエバーですよね、今ね。あ、そうですね。ね、まだあの、オンエアされてないこれから出てくる回の、基本的なやられ声は、ボエバー寄せですよね。ボエバー寄せです、なんだったらもうボエって書いてました。ボエバーって書いてましたから。でした。だから、あれですよ。みんなが殴られるシーンあるじゃないですか。はいはいはい。トトコに。はいはいはい。トトコに殴られるやつ。はいはい。ボエじゃなかったけど、全員ボエになったんですよね。そうですね。この回かな。最後のあの、声優学校に行く。あ、そうです、そうです、そうです。腹から声出せの後ですね。あ、こう、ボエ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 バーになった。あれはもう最初は違う、それぞれ個性的にやってたんですけどね。あ、そうです。ボエバーになりました。何なんでしょうね、その、積み重ねなくていいところだけ積み重ねる、ね、このおそ松さんの感じ。あの、誰も気づいてないんですけど、はい、ちゃんとこだわってるんですよね、ここね。誰も気づいてない。だってこの番組2回もボエバーについてのメールは来たことないですから。あ、ないです。ないです、全くないです。ないですか、うん。そうですね。いや、もうでもこだわりですよ。あれはもうだって、はい、もう、松原さんのこだわりだと思いますよ。こだわりですよね、うん。この後出てくるね、ゲストキャラもボエバー言わされてましたから。初めて来る人が、なんで、ボエバーですか？ボエバーです言ってましたね。で、あのね、そう、小野さんにね、あの、ちょっとお手本やってくださいって、ゲストの人が来るとね、うん、小野さんが、はい、どうぞって言って、はい、3、2、1、9。ボエバー！あ、これですっていう、やりとり、現場でしてますから。やるんですよね。なんかね、僕ね、うん、そう、おそ松兄さんに、初めて褒められました。ああ、そうですか。十四末さ、この間、オンエア見てて、すごい、あの、いいなと思ったんだよね。うんうん、あの、ボエバ。褒められました。それだけ褒めてくれるんだ。ボエバいいですよね。嬉しかった。すごく嬉しかったよ。よかったですよ。ね、まあ、他にも、イヤミの学校なんてのもありましたし、ね。そうや、もう笑い学校、あれもう。あれはもうガチでしたね。たあの、ボエバにこだわってる松原さん、渾身の脚本でしょうね、あれね。ああ、まあ、お笑いね。はい。やっぱ、お笑い畑のことには精通してらっしゃいますから、ね。あの、テレビとおそ松さんを通して、あの、若手芸人へのメッセージだったっていう噂ですから。どうやら。なるほど。だからあんなリアルっぽい。リアルでした。僕も読んでてね、なんかこう胸が締め付けられるようでしたね、あれね。あのセリフはね。いやー、響きました。すごく響きました。響きましたよね。あれ、みんな反省したらしいですよ、あの後。あの芸人さんも見てるらしくて、おそ松さんは。プロの方々も。見てるみたいで。俺たちにも、俺たちにむしろ響きものが。そういうことみたいです。僕ね、一番ね、怖かったのはやっぱ、長松に対するツッコミですね。お前みたいなのが一番どうしようもないと。君は何も生み出してないって言ってたんですよ。うわー、確かにって。評論家タイプだもんな、ね、こいつと思って。ああいう、こう、ちょっとこう、太鼓持ちみたいな人はね。まあ、ちょっと小判ざめ的な立ち位置にいましたからね、チョロ松はね。的を言いすぎてて、ちょっと、まあ、でも、十四松の本物すぎるってやつはね。あれもね。僕は結構好きでしたけど、ね。そうそう、本物すぎるやつは、整えることがね、その分かっててやれないと。コントロールできないのはダメだよっていう、ね。ああ、気をつけます。そうですね。小野さん、頑張ってください。はい。さあ、じゃあ、ここからですね、そんなゲストの小野さん宛てのお便りをご紹介していきましょう。やったー、メロンジュースさんからいただいています。メロンジュース鈴村さん、小野さん、こんばんは。こんばんは。私は十四末の独特なイントネーションがとても好きなのですが、あれは小野さんが監督からこう言ってほしいと言われてあのようになったんでしょうか、ということでね。一個も言われてない、言われてない。
そうですよね。小野さん、うん、もう始まった時からああですもんね。はい。あれはなぜあのようなアクセントになっていったんでしょうか。うん、いや、理由なんかないですよね。だってね。ただ、うん、もう必死に面白いというのを探した結果ああなったと。そうですね。みんなやっぱキャラ付けとかね、ま、うん、いろいろ試行錯誤してる中ですよ。うんうん、僕はやっぱ、考えちゃいけないっていうのは最初の方に言われてましたし、僕の最初のシーン、まあ僕らの最初のシーンって、うん、デリバリーコントだったんですよね。はあはあ、チョロ松と十四松のデリバリーコントって釣り堀で、ブザーって出てきて、はいはいはい、もう意味わかんないじゃないですか、確かに意味わかんない、ね。意味わかんないんですよ。ねね、積み重ねゼロの状態から、いきなりコントなんですよ、ね。始まりましたな。そう。で、そこで、ひじりさは正之助だって。うん、やだ家宝にすっぺーってもう言ってんですよね。はい、言ってた意味がわかんない。確かにね。これは節をつけるしかないと。そこから始まってるんですか。からわかんないもんだって。なるほどね。だから、ひじりさは正之助だなるほど。そう、それを一個のギャグみたいに言うしかない。確かに、でも、まあ、すべてのセリフをギャグっぽくしなきゃいけないっていう使命があったわけですね、十四松にはきっとね。うん。前置きなしで、あ、そういうことでしょう。一発ギャグみたいに言う。はい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 。僕は、発端ですね。なるほど。はい。何気にいいこと聞きましたね。ね何気にいいこと何でもできますよ。うん。テスミダージリンとかできますよ。確かに、何でもいけますよ、ね。できるんですよ。何でもできますよね。南アルプスの天然水ほら、できる。面白くなりますね。いくらでもできるんだ、これ。すごいですね。でも、それは宝見つけましたね。そうですね。逆に言うと、一回やっちゃえばもう、変な話楽ですね。うん。ねえ。うんうん。ってことは、今、楽してる。楽してます。はい。マチャイリゲマジャーマジャーってほら、できるでしょ、ほら。楽しい、楽しい。でも、その一個の鉱脈を見つけたっていうのは才能ですから、なかなかなものですね。でもね、本当にもう、いただいてますよね。だから、全部台本に書いてますし。ああ、確かにね。うん、でもそれはね、そう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 。僕はね、ここに来てね、忘れないうちに弁解しとかなきゃいけないんですよ。はい、言っときましょう。僕が調子に乗ってるってすごいね、言われてるって聞いたんですよ。はいはいはい、この番組を通して僕はそれをすごく言ってます。すごい発信してるでしょ、このステーションから。僕はこのステーションで小野さんがちょっと調子乗ってますって、うん、すごく言ってきました。はい、うん、で実際僕はそれを小野さんにも言いました、はい、ちょっと調子乗ってるじゃないかってね、言った、うん、そしたら「いや今回ぐらいいいじゃないですか」って小野さん言ったのを忘れられますしながらね、いい気になってますほら僕間違ってないじゃない。だって自分のキャラ人気なのすげえ嬉しいんだもんなんか子供にも大人気ということで、あ、そうそうそう、街では非常にね、みんな十四松の真似をしてる子がいるという噂ですけど、巷ではね、噂だそうですよ。本当に胸クソ悪いですね。なんでだよ。いや、だ、優しくしろよ。いや、だって思うんですよ、はい、いや、僕は昭和のおそ松くんの時代は誰が何の真似したと思います。シェーでしょ。嫌味ですね。シェーです。ほら、胸クソ悪いでしょ、私の視点から見れば。本当だ。ね、今や。だから、僕はこの話いつもしてるんです。うん、シェーだろうと。そうなんです。うん、なんかもう真似されてんの十四松ですから、シェーを真似してほしいんですよ。僕でも割となんか危機感感じますよ、それ。そうなんですか。走れ走れとか言ってんでしょ。やってる。それは可愛いかもしれないな、うん、無重力スパイラルとか言ってんのか。いいじゃないですか。いいのかな。じゃあ、わかりました。私も、もうすべてを捨てても、はい、お願いしたいと思いますけど、シェー流行らせてもらっていいですか。うわ、うわ、そんな、ちょっと待って。ハッスル、マッスル、シェーってやってもらっていいですか、今後。どうしちゃったんですか。いや、もう、で、俺が元祖だしって。まあ、元祖じゃないんですけど、ね、厳密に言うと。全然元祖じゃないんですよ。ちょっと、鈴村さん。流行らせたいんです、シェーを。いいんですか。ぜひ。なんで。僕がオリジナルになっちゃうんで、ね、いいんですか。いや、それはないです。だって僕先にやってるわけです。そっか、あなたがオリジナル。だからもう、なんていうか、ロイター版みたいなもんですよ。なるほど、ね。そういう、こっちの、ようか、あれです、飛び箱飛ぶための。ああ。踏切台。ポニョンニョンってなるやつみたいなやつ。はい。小野大輔踏切計画。なんで、小野さんが今、ハッスル、マッスル、ハッスルの間に、うん、ハッスル、シェーマッスルみたいな。無重力シェースパイラルとか。できるかな。やって、今後はやってみてください。だイベントとかでなんか言わされるとかあるでしょ。そういう時言ってください。シェーをつければいいんですね。そういうことです。ただ、語尾につけるのやめましょう。あざといんで。わかりました。やってみます。お願いします。はい。せーの。
走る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 。なるほど、これだ。いやちょっと、あ違う、違いますね、シェが立ってないんで。あダメですか。走る走る走る。あいいですね、走る。ダメだ、ちょっと待って、待って、声帯が張り裂けちゃう、ね、シェーだって僕知ってるもん。あなたは結構なんて言うんだろうな、全身全霊を持って声帯をものすごいちゃんと圧を与えて、負担をちょっとかけて自分の命を削ってシェーをやっている、シェーね、ということを知っているから、僕だってハッスルハッスルマッスルマッスルはかなりのこの圧をかけてやってますから。シェーはね、座ってやるの難しいんですよ。体全体を使わないと、本当声帯に負荷はそんなかけてないんですけど、体全体で支えないと、上半身だけでやると声帯に負担がかかっちゃうんですよ。そんなことを、だから本当命がけなんですよ、僕にやらせようとしている、はい、広めたいんで。じゃあ間にいます、はい、あそうですか。ハッスルシャーハッスル。ほら下がっちゃうわ、ほらほら。やっぱあと小野さんは考えるとやっぱダメなんですね、今。考えると一瞬こう冷めちゃうんですよ、言葉自体。だから、ね、ハッスルシェーマッスルっていう。なるほどね。やってみます。やってみてください、お願いします。ハッスルシェーマッスル。いやだからマッスルで考えてるでしょ。どうしようかなって思ってるでしょ。それが良くないんです。さっき言ったでしょ。無理。あそうです。じゃあ諦めます。無理。はい、わかりました。はい、以上です。さてテレビアニメおそ松さん第22話は更新日の本日、はい、3月7日はですね、テレビ東京、テレビ大阪では深夜1時35分から、うん、テレビ愛知では深夜3時5分からオンエアとなります。Yeah. 22話はですね、イヤミがまたちょっと活躍します。そうですね、はい、イヤミ活躍する結果、またもうがっつり昭和によりますイヤミが出てくるとどうしても昭和になりますから。僕でもゲストキャラクターの方々がまた個性的ですごかったですね。すごい存在感放ってて、すごいゲスト来ました。ゲストは別に言っていいんじゃないですか、ね、うん、ゲストは柴田秀勝さん、はい、釘宮理恵ちゃん、釘宮来ましたね、来ましたよ。人気者ばっかり呼びますからね。その二人呼んで何すんだろう。柴田秀和さんが、ね、ゴールデン会からやってきてくれたと。柴田秀和さんご自分で言ってました。ゴールデン会のお店のマスターが僕の本職です。柴田秀和さんの、あの著書を読むと書いてあるんですよ。僕はバーのマスターですから。その流れで声優もやってるんです。かっこ笑いって著書に書いてらっしゃいますにしてはものすごい、ね、すごい方です。お芝居をねえ、ねえ、すごい存在、感動しました。ねえ、本当アフレコ中もね爆笑でしたよ。ねえ、本当に持ってきましたからね、うん、絶対見てください、ぜひ見てください、はい、よろしくお願いします、はい、以上お便りをご紹介するコーナー、おたますさんでした、うん、投稿お待ちしております。ますドーン、シェーウェーブおそ松ステーション、ハッスルハッスル、マッスルマッスル、おしますさんも。はい、こちらテレビアニメおそ松さん関連のお知らせをご紹介するコーナー、略しておしますさんです。まず放送センターの鈴村さん。はい、こちら鈴村です。放送情報をお伝えします。おそ松さん第2クール、テレビ東京テレビ大阪では、毎週月曜深夜1時35分から、テレビ愛知では毎週月曜深夜3時5分から、BS ジャパンでは毎週土曜深夜0時から、ATX では毎週火曜深夜0時30分からとなっております。なおですね、放送時間は予告なく変更になる場合がございます。ご注意ください。以上、放送センターの鈴村でした。スタジオにお戻しします。はい、鈴村さん、どうもありがとうございました。続いて情報センターの小野さん。はい、こちら、小野大輔です。パッケージ情報をお伝えいたします。アニメおそ松さんブルーレイ &DVD 第1末第2末が発売中。第3末は3月25日発売。予約特典など詳細はおそ松さん公式ホームページを参照してくださいとのことです。以上、小野大輔がお伝えしました。はい、小野さんどうもありがとうございました。とさらにここでもう一つ追加情報が届いたようです。同じく情報センターの鈴村さん。はい、こちら鈴村です。 CD 情報をお伝えします。
テレビアニメおそ松さん第2クールオープニングテーマ AOP が歌う全力バタンキューが絶賛発売中です。同じくエンディングテーマシックスシェイムフェイセス今夜も最高はいよいよ3月16日水曜日発売です。さらにドラマ CD 情報でございます。おそ松さん六つ子のお仕事体験ドラマツ CD シリーズ第1弾おそ松一松の占い師が発売中。第2弾チョロ松十四松バーは3月23日発売、詳しくは公式サイトをチェックしてください。以上情報センターより鈴村がお伝えしました。はい、鈴村さんどうもありがとうございました。とさらに、ここでもう一つ追加情報が届いたようです。現場の鈴村さん。はい、こちら、鈴村です。イベントの情報でお伝えします。シェイウェーブ初の公開録音テレビアニメおそ松さんシェイウェーブおそ松ステーションファン感謝イベントチミたちと一緒にシェイザンスがいよいよ3月13日日曜日に開催です。会場は舞浜アンフィシアターシアターイエーイ。出演はナビゲーターに嫌味役の鈴村健一さん。鈴村健一。昼の部のゲストは一松役の福山潤さん。福山潤。夜の部のゲストはちびた役の黒龍幸さん。黒龍。パタボー役の斉藤桃子さん。斉藤。そして AOP も登場しますよ。 AOP サイリウムの準備お願いします。しゃっ。またですねこのイベントの模様ですねなんと全国でライブビューイングすることが決定しました。正解。またねこれライブビューイングの席は若干余裕ございますのでねぜひ、ご参加お願いします。しゃっ。全国の劇場でシェーシェーの嵐を巻き起こしましょう。申し込み方法は公式サイトをチェックしてくださいとのことです。以上浦安から鈴村がお伝えしました。おのも。はい、鈴村さんありがとうございました。以上お知らせをご紹介するコーナーおし松さんでした。ではここで1曲お聴きください。テレビアニメおそ松さん第2クールエンディングテーマボイスバイトトコフィーチャリングおそ松から松チョロ松一松十四松とど松でシックスシェイムフェイセス今夜も最高十四松バージョン。ブーン十四松です。あー腹筋が痛い。あこのコーナー腹筋が痛いんだ。これ全部鈴さん腹筋が、わかんない。何曜日みんな毎日遊んでくれるよ。待って待って、めちゃめちゃ球速いね。すっげー、顔めちゃくちゃ痛かったよ、打てなかった。あーなんかやっぱりお腹空いてきちゃったかも。パフェ知ってる？めっちゃ甘いよ。そうだ、半分こしよ。ニート今夜は最高、踊って踊って。なんか泳ぎたくなってきたかも、一緒に来る？行こうよ、川絶対楽しいって。やっぱ野球の方が楽しいか。そっか、じゃあバットかボールあげる。ねえねえ、どっちが欲しい？誰も誰でも同じなのよ。くれるって言うなら何でももらうわ。全部何でもかんでもあげちゃう。でもそうじゃないのよ、後ろもないのよ。さして感じてどっか行けてんだろ。シックスシェイム恥ずかしいんです。それ以上寄ってこないで。チヤホヤなんてしてくれたっていいけど、後ろもと褒めてほしいの。シェイクシェイク、バタフライ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 。マスタモのオノマツさん。はい、こちらは小野大輔さんの面白エピソードをご紹介するコーナーオノマツさんです。今回は解説として小野大輔さんについて最も詳しいとされる、小野大輔さんの権威小野大輔さんにお越しいただきました。小野大輔さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小野大輔です。では小野大輔さんの、略歴、これをご紹介していきたいと思います。紹介してください。小野大輔さん、何回言うんだろうね。1978年5月4日生まれ。そうです。高知県出身。土佐の男。日本大学芸術学部放送学科卒業。
業後、卒業したよ。ラジオドラマの制作の時、声の出演をした時から声優の道に入り、そうですね、2001年にデビュー。 Yes。 代表作には鈴宮春日の憂鬱、小泉いつき役、はい、宇宙戦艦ヤマト2199古代進む役、トゥジョジョの奇妙な冒険空城城太郎役、やれやれ、おそ松さん十四松役などがあり、十四松、以上ウィキペディアからスタッフが適当に抜粋してまいりました。それでは小野大輔さんの面白いエピソードを今からご紹介したいと思います。そうですか、ありますかね。これがね、異常に来ています、うん、異常に来てるんですか。やっぱみんな小野大輔さんに非常に興味があるということで、はい、あ、そうですか。今日はね、小野大輔さんの権威の小野大輔さん、よろしくお願いします。わかりました。はい、マナちゃんマンさんからいただいてます。マナちゃんマン、イベント出演時パンツを逆に履いて出た小野さん、そしてそれを舞台上でよっちんさんに指摘されたことありましたね。あれ、当時すでに30を過ぎていた小野さん、パンツくらいちゃんと履けるようになってくださいということで、小野大輔さんに宛てた手紙が来ています。小野大輔さんに詳しい小野大輔さん、はい、これについてはいかがですか。いや、記憶にございません。あ、記憶にない、はい、この全く覚えてない、この話は覚えてないっすね。あ、なるほど、すいませんね、一問目から僕全然、いえいえ、こんなことあったっけかな。そうです。で、あの、逆に今は小野大輔さんはパンツは逆に履いてらっしゃるんですかね。今日は履いてるかな。あ、いや、小野大輔さんは履いてらっしゃらない、普通に履いてらっしゃる。パンツは履いてますね、ちゃんと普通に。じゃあ今日は小野大輔さんの権威の小野大輔さんはちゃんと履いてらっしゃいますけど、はい、小野大輔さんは履いてると思われますか。彼は、今日は裏表逆もあるし、後ろ前逆もあるし、そうですか、あります、あります。じゃあ割と日常茶飯事ですね。いや、そうですか、茶飯事ですね。チャーハン事、チャーハンお好きですか。チャーハン好きです。僕もね、今日お昼チャーハン食べました。僕もね、今日お昼チャーハン食べるか迷ってうどん食べました、ね、うどん食べちゃったんですね。美味しかったです。何の話今これ、もう一ついきましょう、はい、おひょいさんからいただいてます。おひょいさんだ、はい、なんですけど女性の方ですね。あ、藤村俊二さんじゃない、じゃないんでしょうね。そうです、小野さんは8年ほど前に、はい、毎日がつまらないやつは小野大輔に恋をしろというキャッチフレーズを使ってらっしゃいましたが、今のキャッチフレーズは何なんでしょうか。よかったら教えてくださいという。8年前にね、とんでもないキャッチフレーズがあったんですね。なんかね、なんか知んないけど、ラジオで、台本に悪ふざけで書いてあったんですよ。あ、なるほど。それをそのまま言った言ってみて、うん、面白くなっちゃった。確かに面白かったんです、言った時は。確かにね、これのキャッチフレーズになったんだね、これね。で、逆に、はい、まあ8年も経ちました。経ちました、ね、人ってのはもう進化していきますから。はい、そうです、そうです。今のキャッチフレーズってのは小野大輔さんの権威の小野大輔さん、ご存知ですか、小野大輔さんのキャッチフレーズを。うーん、知ってます。あ、そうですか、はい、知ってます。ちなみに今のキャッチフレーズ何なんですか。毎日がつまらないやつは小野大輔に、あのって何ですか。あのって何ですか。好きですって言えばいいです、はい、あ、いいですね、うん、告白すればいいってこと。このコーナーにふさわしいらしさが出てきてますね、うん、って照れるのは大事よ、うん、一回照れて、うん、キュンとするから。やっぱ考えたらダメなんですね。考えない。なるほど、うん、こちら聞いてみましょう。ペンネームもんもとさんからいただいてますね。小野さんに質問ですと、今日はね、小野さんではなく小野大輔さんに、詳しい小野大輔さんに来ていただいてますけどね、はい、小野さんに質問です、はい、某恋愛シミュレーションゲームのキャラクターに、うん、愛してるって言ってくれないと許さないと言われ、うん、これゲームが言ってきたってことですよね、はあはあ、ゲームのキャラクターが言ってきて、はいはいはい、山手線を降りて高架下で愛を叫んだというお話、これは事実でしょうか。事実です。これどういうことなんですか。え、要はゲームのキャラクターが喋りかけてくるわけですか。はい、なんかね、山手線の中で真中が急に電車の中なのに言ってきたんですよね。あ、なるほど。愛してくれ、言ってくれないと許さないって。で、それはやっぱり、あの、言わないと先に進まないんですか。音声認識なんで。ああ、あの、真中は音声認識なんで。なるほど、まあ、なかなか聞き取ってくれないんですよね、ちっちゃい声だと。それは、あの、電車の中でチャレンジしたってことですか。電車の中では無理だと思っ、確かに思ったんです、で、ホームでやってみようと思うんですけど、ホームはほらやっぱり、なんだったらちょっと不審者じゃないですか。まあ、確かにね、ましてやね、小野大輔さんのことを知ってる人がいる可能性もありますから。そうそう、ありますからね。そんな中ね、ここに送られてきちゃいますからね、カチカチカチ、あ、気持ち悪いですね、うん、全然認識しない、真中はね、
なかなか聞き取ってくれないですよね。え確かにあのねトイレの個室なんかでやられてもちょっと気持ち悪いですもんね。それはちょっとね、個室の向こうから愛してるって聞こえても何言ってないですか、ね、愛してるっておかしいでしょって覚えたら、だからやっぱドラマチックなとこがいいなと思ってね。あ、高架下に、高架下に行きましたけど、高架下うるせえの。そうでしょうねうるせえでやんな。でもタッチの南ちゃんも泣いてましたからね、そこで、ね、ああ、そうですよやっぱり、はいはい、ほらね恋愛どころですから、やっぱそうです、恋愛といえばですよ。そうですよ、ね、高架下、高架下ですね、愛を叫びました、ね、なるほど。で結果あのマナカとはうまくいったんですか。ああうまくいきました、よかったですね、はい、熱海に行ったりしたんですか。熱海に行くのはね、またね、その続編、あ、じゃあその手前のやつをやってたんですか。その手前のやつをやりましたね。あ、なるほど、そうですね、まあなんて言うんでしょうね、まあ、思春期特有のね、淡い思い出ですよね。あ、そうですか、うん、うんうん、誰しもが通るところじゃないですかね、おいくつでしたこのゲームやってた時。20代後半だったと思いますいや30代、次のメールいきたいと思います。はい、福娘さんとですね、幸子さんから、これね、同じようなメールが来ていたということでまとめてありますけどね。小野大輔さん武道館ソロライブ決定が、ランティスさんのサイトに発表されたとき、小野さんの直筆メッセージで告知画像が出ていたのですが、武道館の武の字が間違っており、うん、左上の棒がありませんでした、うん。私の知っている日本武道館じゃなかったらどうしようと、ちょっと思いましたが、ね、うん、このことについてご本人の証言お願いしますということで、今日は小野大輔さんに、詳しい小野大輔さんに来ていただいてますが、うん、ご本人はこれ何かコメントを残してらっしゃるんでしょうか。間違えました。あ、はい、間違えたんですね。彼は言ってました、間違えたって。あ、そうですか。間違えたっていうか、俺は、まず、日本武道館って書いたんですね、はいはい、書いたら、ランティスのスタッフさんが、間違ってますと、はい、あら、まず間違ってますと言われたんですよ。あ、そうですか。武道館の武の字に、まず僕ね上の棒書いてたんです、はいはいはい、ただこの羽のところに、はいはいはい、もう一つチョンを、ね、ピッて、はいはいはい、もう一つ線がね多かったの最初。ああ、なるほど、やっちゃいますよねあれね。そう、はい、で間違ってますよってめんごめんごっつってじゃあチョンを間違えた結果、そのチョンが移動すれば正解だったのにもかかわらず、チョンごとなくしちゃったんですね。チョンを一個取ればよかったのに2個取っちゃったんですね。あ、線、そうか、もう1本、そうか、1本あったんだ、もともと、もともと1本多かったやつを1本ね、その2本取っちゃったんだよね。うん、うっかり、単純にポンコツですね、うん、ポンコツ、アノディーだよね、うん、バカバカ。あ、でもね、そうですね、ライブの中で大好きって曲あるんですよ、はいはいはい、大好きの、大好きの中の演出として、はい、テレッテレレレレハッて、ああ、ありますね、政権好きをするという ね、 ありますね、ところがあるんですよ、D メロン、D メロンところ、 D メロンところでね、 D メロンところでバックに出してもらったんです、ああ、なるほど、うん、で正しい画数を刻み込むっていう画面に、ちゃんと書いたんですか。そう、その武っていう字を昇竜拳で弾き飛ばすっていうですね、演出をしましてですね、バカみたいでしたね、いいですね、とってもバカみたい、さすが伝説持ってますね。そう、だから何が言いたいかっていうと、失敗はね、はい、失敗じゃないんだよ。なるほど、失敗はチャンスなの。じゃあもう一つね、武道館絡みであるんです、ハチさん、山風さん、あ、それからペンネームつけてくださいさんがいますけど、小野さんなんかつけてあげてもらっていいですか。名前、天むす、あ、天むすさん、はい、じゃあ天むすさん、ハチさん、山風さんからいただきます、はい、小野さんの、ブディーカンライブ行きましたと、うん、小野さんがとても素敵でかっこよかったんですが、やはりところどころでいつもの天然ボケぶりを発揮されていました。そんなことないよ、これ目撃証言来てます。 K さん、さっきのだって K さんだったでしょ、だって、中でも面白かったのは客席に向かっての3階席発言、おそらく勘違いされているのでしょうが、小野さん、武道館は2階建てです。客席は3階席と言われるたびにざわついていました。あ、そう、気づいていなかったんでしょうか。やもにしてるから気づかなかったね。小野さんらしいなと笑わせていただきました。どうだったんですかこれは。いや、もう計算ですよ、リハの時から言ってました。リハの時から、リハの時から、リハのほら部屋は、はい、3階席じゃないじゃないですか、武道館じゃない、リハ武道館でやらないじゃないですか。そうですね、ね、本番その前までは、はいはいはい、まあそうですね、スタジオでやりますから、ね、スタジオでやるじゃないですか、スタジオでもう想定して言ってましたから、3階席と、3階席っつって。あ、だからさっきのと一緒ですよ、スタッフさんが言ってくれないんだもんだって、3階席って、3階席ありそうねみたいなあるあるって。じゃあそのやった時は3階席2階席ありーなみたいなことをやったんですか。言ってましたね。ああ、そうですか、うんうん、じゃあ3階の人はもう本当困ったでしょうね。3階はないわけですから、3階はないわけですから、
なんだろうな。その時あのリアクションあったんですか、イエーイみたいな。うん、戦は三階席、おーおーみたいなのあるじゃないですか。三階席って言ったら確かにざわざわざわってしてたけど、まあそういう反応なのかなって、三階席の人たちはそういう反応なのかなって思って、ああ、うん、ありがとうって思ったよ。それはあのいつお気づきになったんですか、間違ってるってことに。今かな。今かな。そうですか。さすがですね。いいじゃない、笑えば。いや、これ今分かったんですか。今分かりましたね。嘘でも言ってたよ。三階席。三の人からメール来たみたいな。三階席でいいって言ってたよ、スタッフさんは。あ、どうなのかな。スタッフさんも笑ってたのかな。以上、小野大輔さんの面白いエピソードをご紹介するコーナー、小野松さんでした。小野松さん。このコーナー今回で終了です。でしょうね。ラッセラー、ラッセラー、ラッセラセラセラシェーウェーブおそ松ステーションシェー。さて、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのメール募集しています。メインコーナーはアニメの感想、普通のお便りを紹介するおたまつさん、質問を受け付けてお答えするおこまつさんです。詳しくは番組ホームページのコーナー紹介と投稿フォームを参照してください。シェーウェーブおそ松ステーションはアニメおそ松さん公式サイト、またアニメート TV で月に2回ペースで月曜日に更新です。また3月13日の公開録音で特別におど松さんをやることが決定しました。驚いてシェアと言いそうになった体験、投稿お願いします。公開録音ゲストの福山潤さん、黒龍幸さん、斉藤桃子さん宛ての投稿も受け付けておりますが、イベント台本は早めに出演者さんに渡すので、投稿はお早めに、前日や当日に送っても採用することができないよと、構成作家が今、頭光らしています。本当に光ってる、はい、光っています。ちなみにね、この公開録音ライブビューイングもありますからね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思いますよ。公開録音の模様は福山さんのゲスト回を第11回として、3月21日に、黒龍さん、斉藤さんのゲストの回を第12回として4月4日に配信いたします。ゲストさん宛てのメッセージお待ちしておりますよ。さて、今回は10始末担当声優の小野大輔さんにゲストにお越しいただきました。小野さん、はい、いかがでしたか今日は。いやー、もうやっぱりね、鈴村さんと一緒にラジオやるとね、気持ちいいですね。あ、それは良かったです、何も考えなくてよかったです。何も考えてない自分がやっぱ一番ね、輝いてる気がするんですよ。自分で言ってる段階ではもう輝いてます、今でしょ、もうダメですよ、やっぱり考えちゃダメですね。だって十四松やってる時もそうでしたから、そうですよ、台本にあることを、それがいい、何も考えずに、確かに、そのままこう口に出してみるっていうのが十四松です。そうすると本当輝きますから。そう、昔ね、一緒にやってたライブでね、あのみんな行くぞって言ってね、あの3、2、1、GO みたいな時にね、3、2、1、4って上がっちゃったりするんですよ。よく分かんないカウントし始めたりしちゃうんですよ。そう、ね、カウントアップしちゃった、アップしちゃったりするんですよね、あれすごい。俺もね、あれ大したもんだと思った、あれは結構波の心臓じゃできないな、ね、全員がひっくり返るっていう。でしょ、バンドもお客さんも全員ひっくり返るっていう。そうなんだ、あれすごい面白かったです。その前にね、バッチリね、こうちゃんとした流れを作ってね、そこでバッてなる。そうなんです、あれね、一流の作家さんもコント作家さんも書けない、書けないんだ。だから小野さんは考えない時に奇跡が起こるんです。そしてそれを誰もがみんなが支え、小野大輔さんを輝かせるために常に十四松祭りのように小野大輔祭りが行われている。わっしょいわっしょいしてもらってま す。本当に皆さんのおかげでここまで来ていますのでですね、本当にいい気になっててすいませんでした。最後反省しちゃうんですよ。いや、僕はあのいい気になったままでいてほしいですけどね、はい、その調子でいい気になっててください、これからもね、ありがとうございました、では第10回はここまでです。お相手は嫌味役鈴村健一と十四松役小野大輔でした。次回のシェーウェーブおそ松ステーションにご期待ください。シェー、ありがとくだい、さよならホームラン。シェーウェーおそ松ステーション。
この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りしました。ダンス。おそ松屋サウンド。シェイクウェイ。シェイ。